ボロビチのかつての紋章。ボロビチはロシアのノブゴロド州の都市。大きさは州とノブゴロドに次ぐ。人口は57,755人。ボロビチはバルダイ丘陵の北陸に位置し、州とノブゴロドからは 194km 東のムスタ川下半にある。ボロビチより上流ではムスタ川は急流となり、 ラフティングを楽しむ観光客を集めている。ボロビチが最初に文献に登場するのは1495年で、1770年に、エカチェリーナ2世より、町の地位を与えられた。当時、町の人々の主な仕事は、ムスタ川の急流地帯を行く船の、水先案内であった。上流の V シニーボロチョークにある運河を通じてムスタ川など、 バルト海へ流れるネバ川水系と、ロシア内陸部の広い範囲を流れるボルガ川水系が、結ばれていたため、この川の水先案内は、ロシアの物流の中でも重要な仕事であり、町の紋章にも船の舵があしらわれている。しかし、19世紀には、ボルガ川とバルト海を結ぶ、マリーンスク運河が完成し、さらに、 モスクワ・サンクト・ペテルブルク間の鉄道が開通すると、ムスタ川の水運は衰退した。この時期に、耐火粘土の原料が、町の近くで見つかり、1855年には、最初の耐火ンガ工場が完成した。1878年には、モスクワ・サンクト・ペテルブルク鉄道の支線がウグロフカから、伸び、1880年にはさらに大きな、耐火ンガ工場がいくつも完成した。 現在も街の人々の半分は、大火レンガ製造に関わっている。ありがとうございます。